はい、どうも、イニです。いや、昨日ちょっと酔っ払いに呼び出されたんで、ちょっと今日は寝てました。だから元気はつらつだぜ。いきます。7分か。あれか、保健室からの時間なのかな。OK、 観葉植物でセーブができると。ウィ、あ、はいはいはい、わかりましたんで。マーク、こいつが確か北東、学校から出て右、大通りで右、突き当たりを左。まあ多分いけます。こういうの苦手なんだよね。他にすればなんかないのかな。お、進撃の巨人のポスターが。よし。いい感じでした。普通に話しかけてみてっていうか、話しかけられた形。なかなか粋なやつでした。ちょっと偉そうだと。あ、これメガテンスタイルじゃん。階段はいかんだろ。おお、懐かしい。まさに昔の RPG。 なんか行った方がいいのか。ちょっと教室入ってみますか。そういえば、あの残りの仲間たちは大丈夫なのかな。あ、ドゥンス、切れないうちにね。ふう、これあれ、あ、綾瀬ちゃん違った。大貧民、お前ら好きだな。こいつは生徒。おお、なるほどね。山岡、まあいいや、とりあえず行きますか。これアナログでいけんのかな。アナログは96年だから対応してないか。あれ、いつぐらいだっけ。俺98年ぐらいからだっけ。あれ、マップとか開けたりする。ゆうや、南條くん、ゆきのさん、マーク。あ、これはあれかな、あの食らった4人か。ほんでお金が5000円と、あとエンプティってなってるのは、もっと仲間増やせるよってことなのかな。マジック、キャスト、カード、ペルソナ。わかんねえ。まだわからん。ピンポンパン、市場口、非常口から出れた。で、出れてない。お前誰ぞ。うわ、悪い顔しとりますわ。ソリア先生でいいのかな。なんだこいつ。あらららら、埋めてしまうからな。はあ、あれか、壁を埋めるか、生徒埋めるって言ったのかと思って。半夜か、半夜ね。なるほど。トゥトゥーン、何もないよ。ここはないっすか。スルーでき、さすがに。こっち行ける。あ、ここ正門、わかんねえんだけど。でっかいマップ欲しい。体育館だった。あれ、結構操作が。
こっから来たんだっけ。ほんでこっち行って、マップとか出ないのかな、マジで。システム、システム、マニュアル、ステータス違う、なさそうだな。覚えろってことか。体育館、もう一回入ってみ。一周、あー逆側か。え、どっから行けばいいんだ。とりあえずあの教頭がいたところに一回戻んないといけないのか。ぐるんと回ってしまったわけだわ。これなんて書いてある。演劇部、ボクシング部、真田さん、アーチェリー、ん、これ何、フェンシング、みつる様、バレー部、絵がなんか行き止まりだった。マップをまず覚えないといかんっぽいですね。多分こっちのエリアは外れなのかな。物質棟ってやつですか。金婚感が鳴りまくってるが、ハンニャさん、ええじゃないですか。ここから出るぐらいゆず効かねえな。こちら、これは教室、形的に教室。あ、玄関来たか、やっと来たか。出だしが悪かった。OK。はっ。うぜえ。おお。ゆすってやれ。姉子は一番男前。男前すぎるだろう。セバスチャン、ボッキャマ、なんでっていうか、この南條くんがこの子たちとつるんでるあれがちょっと不思議かな。弱みいきなり握っちゃったね。弱みなのか。これテキストスキップあれっすね。下でも、方向機の下でも行くっぽいっすね。なるほどな。面白い。学校出て右、こっちか。右行って、大通りを右って言ってたっけ？これあれだ。昔の、ここ？これ右？右行きましょう。ずーっと行って、おお、車が通らない。ゆいやん、あ、違うな。
YI わかんない、引かれちゃうやつ、テイヤ、あ、いけたいけた、なるほどなるほど、音楽いいっすね。あー、月のあれもちゃんとあるのか、上の8分のいくつっていう、あれメガテン3にもありましたね。右で左、こう突き当たりなの、え、わかんない。どうすりゃいいんだろう。まあ、とりあえずこっち行ってみよう。マジでちまうじゃん。病院、イエーイ。すまん。スタタタタタ。こっちいいのかな、なんかでっかいマップねえかな、でっかいマップ出ないかな、違う、あ、であった、あ、まだ持ってないよって出ねえ、ついた、奇跡、さすがマーク、うん、音楽いいっすね、うん、あー、その村か、お見舞い行かないといかんかった、うん、302号室わかりましたんで、お、そういえば、うい、名前ではみんな呼んでくれないのかな、うん、そうなんすか、三影大通りを西だぜ、うん、こいついいやつじゃん、あ、おめでたですね、おめでとうございます、うん、ててーん、302号室ね、音楽いいな、お、喋る夜、ぶっ、あ、赤ちゃんの泣き声、これちょっとあれ思い出すな、学校であった怖い話のちょっとトラウマを思い出す、何丸何号室とかって見えないのかな、それで なんとなく入ってしまったけど、重要なリハビリだからね、マッキさん、アサキ、マッキーでいいのかな、うん、あ、適当に入ったらなんか、お、男の子かと思ってた、女の子なんだ、可愛くね、しかも同級生、うん、体弱いんすかね、あれこの子体育館のあれの、いや違うかな、助けてって言ってた子に適当に入ったら当たりでした、
なんかあるな、マークと。マジか。優しいじゃん。とても優しい男の人の夢、お父さんみたいな、あの仮面の人かな。むむむ。わお。お。医者が嫌い。なんかマークってあれだね、クラウンみたいな感じだね。目の下のなんかあれは何なんだろうな。アートなのかな。セベック、ちょっといろいろありそうですね、マキちゃん。く？お！どうした？緊急なん？マジか。おお。む。閉じ込め。もう扉ですらね。マジか。うわ。なんと。マジか。ゾンビ。あ、やっぱそうだよね。始まった。これってあれなんだ、もうこの一作目からこのセリフが共通だったんだ。おお、かっけえ。あれ、看護婦さんじゃね？看護師さんか、今。何その攻撃、かっこいい。50食らった。メス、メスじゃない、メスを手に入れた。モップ、おお。あれか、3か。基本的に僕はあのバランス重視なんで、
結構均等になるように行きます。つまらん上げ方だと思うんですけど、こっちは勝手に上がってく感じで。なるほど。オート戦闘でしたね、1回目は。説明書ちょっとないからな、ネットでちょっと調べた方がいいのかな。おい、こんな時まで。みんなにも聞こえたのか。これがルーツなのか。なんだいこれは。立ち位置っすか。わかんないんで、とりあえずいじらんときます。アイテム、あ、アイテム、そういえば手に入れました。メス、モップ、じゃあメス、これはあれですか、遠距離の、これはなんだ、弾薬、学生服、これはなんだ、 腕につけるやつ、ファーグス。せっかく手に入れたから、もう一人にも、南條くん、いきなりちょっとあれっすね。これか。南條くんにモップを。あ、ですね、バツボタンを押しながらやるとダッシュができますね。動かしづれ。ここから敵が湧いてくる感じか。アイテムとか回収を、とりあえず。あ、生き残ってますね、皆さん。むむむむ、集中治療室に行け。ん？もう一回。あ、そうだよ、マキちゃん。診察室がどこにあるかわからない。部屋の位置がめちゃくちゃに変わっちゃってる。傷薬。え？今の何？これはなんだ、防御力と回避をちょっと上げるやつか。いや、もうしらみつぶしに行くしかない感じか。たたたた。
う、出てきたな。うん、ファイト、エスケープ、逃げか。マニュアル、あ、なるほど。とりあえずじゃあこのまんまで。コンタクトってあれだろ、俺知ってんだよ、あのペ、あの女神転生でなんか仲間にできるやつ。ファイト、ソードガン、ペルソナ、これは PRS、 何これ、あ、予備のペルソナ、なんかあんのか。ガルか、ガルなのか。お、あんまり最初は使わない方がいいのかな。チャキン、なんかとりあえずこんな感じで、はい、つえ、いくよ。お、声あるのか。お、2連か。ソウル、範囲の敵がいません。え、どうすりゃいいの。あ、これ位置、そういうことか。あー、そういうことか。これをじゃあ2をちょっと下げて、こうしないといけないってことか。あ、くそ、ロードって、ちょっと待って、2を下げて、オッケー、セーブ、まあ別にセーブしなくてもいいんだけど、そうしないと当たんないんでしょ、だって。あ、そうなのか。あ、やべえ、え、これに逃げたのかな、あれは。よくわかんないですね、まだ。カチャリ。あ、セーブできるとこちょっと見つけたいんだが。うわ、若者よ、よく我の元へ来てくれたな。おお、ちょっとあれかな、あの説明書ないんでゲームシステムだけ、うん、見ようかなと思います。あ、一応避けて、はい、どうも、じゃあお疲れ様でした。